れてない？大丈夫？はい、どうも皆さんこんにちは、ラテです。今回はちょっとね、疲れた。今日キキ作った日なんですよね。で、その連続で結構ちょっと疲れるようなやつをやろうと思ってて、今回はまあこの夏に定番なね、ナスを使っていきたいと思います。まあもう夏終わるけどね夏終わるけどね。それじゃあやっていきます。今回2本あればいいかな。それじゃあこれを、半分。半分。ちゃんと孫も継承しないと。なんだろう、ここに、ああ切っちゃった切っちゃった、落としちゃった。ここに切れ目を入れていきます。うわ、落としちゃった落としちゃったわ。もう勝てね、いきますか。はい、こんな感じ。なんか裁断しちゃった。あら、やつはですね、ちょっとボウルに入れて、3分とかでいいらしい。大根ですね。これで皮を剥いていきます。食べれすぎた。おい、明日筋肉痛じゃ、絶対これ絶対筋肉痛じゃって。さあ、これで完成です。じゃあ先に生姜刻んじゃいます。こんなもんでよかった。はい。はい、そしたら ここに油。多めに油。じゃあキッチンペーパーとかでしっかり水気取ったナスを素揚げにします。あ、もう揚げ焼きとかじゃないもん、これは完全に揚げだ。あれ、ちょっと押した。はい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 。じゃあね、ここにめんつゆ入れます。はい、めんつゆ。味濃くなっちゃいけないから、うん、そしたらそこに刻んだ生姜たっぷりね。入れる。はい、入れる。はい。はい、こうつけたら、あとはこの必死こいた
このね、大根おろし汁は入れないので、ちょっと軽く絞ったやつを入れる。本当に軽く、あんまりギューッとせずに。よし、はい、これで完成。我が家直伝の、なんて言うんだこれ、名前聞いてなかった。名前決まってんのかな、これ。やばい。どうくるこれ。あー、もうちょっと入れてもいいかな、めんつゆ。あのね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。あの、何が美味しいかっていうと、最後まで見てくださりありがとうございます。またね、私の動画見ていただけたらとても嬉しいです。では、バイバーイ。